はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルオープン主のピオタです。さあ今回も何でもセールスマンやっていきたいと思います。まあちょっと、お知らせ的なものもありますけれども、ちょっと A1 企画のことに関してなんですけれども、まあちょっと見てもらってわかる通り、怒らせ、こう見てもらってわかる通りかなりあるんですよ。はい、いろいろありますね。ということなんで、今回僕がやっていくのはこの川のところまで、A1 企画でやっていくのはこの川のあたりまでを、やっていこうかなと思っております。続きのところはまた、通常の実況として上げていこうという形でやっていきたいと思います。はい、ということで、ちょっと今回言い忘れておりましたけれども、今回の動画は2019年度 A1 企画、7時31分の分の動画となっております。では粗品、たわし買っておきました。はい、でね、かなり変わったんですよ。セールス強化を見て分かる通り、各所のレベルが上がっておりますね。すごいでしょう。正直71円、僕の財布の中とほぼ一緒。さあ行きましょう。 N 大学兼都市、こっちの方ですね。工事は40万なんで、もう絶対無理なんでね。こっちのところの、じゃあ今回サブローさん行きましょう。マッチしてんのはこれだけか。わら人形はマッチしてないのか。ここのところとは誰もマッチはしないんだね、わら人形。しょうがない。じゃあ訪問していきましょう、サブローさん。さあサブローさん宅、ピンポーンと。何です？こんにちは、私、〇〇商事アルバイトの中田と申します。今回おすすめしたい商品がございまして、金利をお伺いさせていただいております。それって私の試験勉強に関係あります？まあありますよね。あの、うざかったやつを呪い殺せますよ、呪いの人形で。あ、あると思います。ほう、興味ありますね。ほう、興味あるんですか。英語の教材渡した方が良かった説。さ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。いや、でも、丁寧だな。合格。そんなやつ基本いないぞ、そんな丸眼鏡の人は。私丸々商事でアルバイトを務めております、中田と申します。今回ご紹介させていただきたいのはわら人形でございます。何何、わら人形か。わら人形ね。こちらつまらないものですが、よろしければどうぞ。お、いいですね、ちゃんとたわし。あ、どうもありがとうございます。おい、わら人形もうすでに20個欲しいって言い始めてるぞ。やべえ。こちらが今回のパンフレットでございます。うむ、ノーマルなわら人形にしか見えませんが、いえいえ、今までのわら人形とはわけが違います。さあ今までと違うところ、三つ星シェフも愛用している、今話題のわら人形です。三つ星シェフ、三つ星つけなかったやつ呪い殺してんだろこれ。やば、グッドですね。まあでも上がったからいいや。これでマックスですね。なんとこちらのわら人形はフランスの三つ星シェフが愛用、プロの使用の一品といっても過言ではない商品とございます。今 SNS や動画サイトなどで話題となっているわら人形、小学6年生1000人に聞いた今一番欲しいものランキングで堂々の1位を獲得するほどの人気商品でございます。やだな、そんな小学6年生。ふむふむ、まあいいでしょう。こちらの商品どのように使用するかと言いますと、商品のイメージを、渡す、打つ、買う。買うって何だよ、打とう。わら人形、そんなセールスでやることないな。こちらのわら人形は呪い初心者でも簡単に取り扱えます。呪い初心者ってなんだ。午前1時から3時に裏庭などの暗い森林でトン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 するだけ。社長の顔貼ってあるぞ、おい。まあわかるけどな。これで、手軽に嫌いな相手を呪うことができるんですよ。簡単ですよね。これでバカにしたあいつらをトントン。え、あ、なんでもないですよ。いやでもやればいいと思うよ。うん、いいですね。さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、購入者のレビューいきましょう。最近頭が痛い、オーラを感じる、即日これなんだろう、静粛した、うん、静粛なのかな、わかんないよ。なんだろう、オーラを感じるかな、オーラを感じる。これでどうでしょう。あ、グッドなんだ。
なんと 99.9% の方がオーラを感じると回答されています。なんだかゾクゾクしますね。そしてこちらのわら人形、特別価格で2400円でのご提供となります。こんな値段今しかありません。チャンスですよ。あなた今私の頭脳を揺さぶられてますかね。おいワードで客を納得させましょう。さあ、わら人形にいいやつあんの。最近話題、生活費が怪しい。おい怪しい出たぞ今。いいのか怪しい。もうなんかいろいろと適当なものあるぞ。負のワードに未だにガラケーとかあったぞ。それ違うからな。さあ、ふむ、あなたもやはり勉強家なのですね。私の欲しいものをズバリ当ててくるとは。まあ確かに欲しそう。さあ、今が買い時です。後悔させませんので、っていう。で、23個購入ですか。はい、セールス終了です。いいですね。やっぱたわしとかあると売れますね。お、たわしの分取り返せた。話は大体聞かせてもらったよ。ぜひ私もにもその商品を売ってくれないか。さあ、これはルーレット回しておきましょうか。せーの。お、2つ星プラスで10個ですね。じゃあ33個売れたことになるのか。79,200。さあ、現在のノルマをこれで達成。よかったよかった。プラス10個来たことによってね、ノルマ達成でしたね。さあ、これで笑い人形をもう売る必要がない。でもまあ、笑い人形単価が安いか、単価高いから結構嬉しいんですけれどもね。さあ、ということで一旦戻りましょう。さあ、ここでわら人形を英語教材に。で、英語教材を装備して、買ってくれるのが多かったのは白木さんちだったよね。うちというか、白木さんの居酒屋のところ。居酒屋店長じゃん、お前。アルバイトみたいな感じだったけど、見た目。じゃあ、行きましょうか。スキップ。さあ、セールス開始です。中田と申します。セールスですね、はははって。英語教材でたわしを。まあでも飲食店には良さそうだね。16個欲しい。早速来たぞ。てかマックス830ってすごいな。すごいな、マックス830。5秒に1個売れています。プロも認めた英語教材。どうだよ、どう、どうですか。グッドか。まあ英語教材5秒に1個売れてもなんです、なんかか。品薄のため次回入荷が未定の品でございます。店頭での購入はまずできないと思いますよ。そしてこの英語教材は絶対の自信があり、その道数十年のプロが認めた本物の英語教材なんです。そうなんですね。こちらの商品どのように使用するかと言いますと、使用イメージ、聞く、祈る、読む。英語教材 CD ついてましたもんね。多分聞くんじゃないかな。おいしょ。どうですか、これで。どう、こちらの英語教材は聞き流すだけ。勉強が苦手な方でも大丈夫なんです。数時間後にはネイティブな英語を話せるようになります。おい怖いよ。 This is a pen 適当かよ、適当かよ。そんなの、そんなの数時間かける必要なくね。学業とバイトの両立は大事ですね。あ、エクセレント、よかったよかった。さあ、さて、さらにこちらの商品を購入した方にアンケートを言ったところ、一寸先はダーク、闇をダークって言うなよ。 TOEIC 900点の習得、アメリカ語である。実際に一応アメリカ語っていう存在はあるらしいですけれどもね。あのアメリカ語っていうか、アメリカ英語。さあ、 TOEIC 900点習得、 99.9% の方が TOEIC で900点を習得した。もうその TOEIC がおかしいんだけどね、それそれ TOEIC のテストが簡単だっただけじゃね。特別価格で2000円の提供。うーん、悩みます。自分今悩んでます。こいつ店長なんだよな、一応肩書き上。さあ、小さな子供、通勤に使える、お金が使いたい、小さな子供、お金が使いたい、将来が不安、うんぬん。よいしょ、これで OK ですね。さあさあさあ、30個欲しい。おお、めちゃくちゃアップしてる、ありがてえ。さあ、じゃあ30個買っても良さそうです。よかった、ぴったりぴったり、セールスのあのぴったりな値段でいきましたね。よかったよかった、ぴったり、ノルマぴったり。
はい、セールスノルマクリアでレベルが上がりました。さあ25、25、25、よかった。いやギリギリじゃん。お、また社長来たな、このクソ社長。ふう、疲れたな。お、メガネボーイ、お疲れちゃん。お疲れ様です。今回はこの商品売ってきてほしいじゃん。今回はこれですか。そういえばこの商品って社長が仕入れてるんですか。そうじゃん、結構大変なんだよ。そうなんですね。ちゃんと仕事してたのかね。そこら辺の廃棄処分になってた売れない商品を持ってきてるじゃん。すげえな、逆にそんな大量に在庫無限って書いてあったぞ。すごっ。やっぱりちゃんとはしてなかった、闇じゃん。いやー超だるい、運ぶの腰にくるじゃん。じゃあただ同然の商品をお客さんに。そうだよ、あ、当たり前じゃん。だったらもう少し給料。え、何何、キュウリ。だから給料上げてほしい。キュウリのたたき上げ。いえ、なんでもないです。なんだこの主人公が突然聞きたいところだけ聞こえないみたいな、そんな感じのやつ。じゃあとりま頑張って商品売ってきてしょ。今日の晩ご飯ももやし炒めか。一杯飲もうぜ。ごめん、こっちほぼ飲めないけど。さあ新しい商品をゲット。またなんかよくわかんねえもん来たな。マジックハンドと布団圧縮機。へえ。じゃあ、貯めてた部下が稼いだお金は私がもらいましょう。セールス強化はまだできないんだ。うわ、たっこ、たっこ。はい、じゃあということで今回はここまでといたしましょう。あ、待って、採用できるようになってんじゃん。いやいやいや、これは採用するよ。やった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 。危ねえ、気づいてよかった。もう一人いけないね、さすがに。いやでもこれでかなり上げやすくなったな。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。